皆さんはこんばんちはです、パパシです。今日は JF1NBOX さんのですねワイパーの交換方法なんですけど、まあブレードから外していく方法社長にやっていってもらいたいと思います。お願いします。でフロントとリアですね、両方やります。まずまあサイズ測ってもらって、はい、同じかどうか、はい、でまあ跳ねてバチンと行った時用に置いてってもらって、うん、はい、でボネットは閉めて、うん、でまあほんまはこう片手でやったら、うん、ここにレバーがあるね、はい、チョボが、まあ、ちょっと後で、ね、はい、ありますね、見えたと思う。でレバーを押して下に下げるね、はい、はい、押さっといきました。で、まあ、この隙間から、はい、で、一人の場合はもう下ろしてるから、うん、で、これがレバーが、さっき言ってたレバー、こいつね、うん、はい、こいつを握って持って下に下げるね、はい、で、こっちはうん、自然に入るから、うん、このレバーは自然に入るから、うん、入ってきたようにこの丸い方を引っ掛け、うん、レバーのない方を引っ掛けてもうて、はい、カチンというまで、で一回このコツコツとちゃんと入ってるから、はい、はい、やってください、うん、今から運転席が行きます、うん、ボンネット上げとったらボンネット当たるからね、はい、うん、でレバーを押して下に、はい、この時にガンとガラス割らないように、はい、うん、こういう感じ、はい、これはあんが楽やな、うん、新しいやつ外れへんやつとかもあるから、うん、でこの丸い方をレバーと逆な方を先に入れて上に上げるね、はい、まあ、これは入っとったようにつけてもらう、うん、はい、で次後ろ行きたいと思います。はい、次後ろ行きます。で後ろはパカンとしても、はい、でここでタオルが押さえられへんから、うん、もうここの間にグッと根元のところに入れてしまう、うん、でキャップすぐ割れるから、はい、キャップ割らへんね、はい、でこの溝が出てきて、はい、でこっち側に丸いチョボが出てる、うん、で今から前からこれをぐっと広げたらいけんねんけど、はい、うん、もうだいたい基本的にそのままぐっとで、いけん場合はちょっとどっちか広げてもって、うん、うん、こういう感じね、はい、うん、なここちょうど乗り越えれるようになってるから、これね、うん、うん、で抜けます。こいつはまた入れるときに用か、うん、だからこの丸チョボ、これが丸チョボです。丸チョボがここの段で、はい、でここが段がすり減ってなくなったらこいつ交換やし、はい、でこの木の丸チョボが削れたら交換やし、うんうん、まあ、止まらなくなったらってことですね、うん、そうそうそう、はい、つけるときにまた言うけど、何回やっても外れるようになったら、はい、はい、でリアのワイパーはゴムだけいくんですけど、大概金具付きやな、はい、この黒いのね、うん、でバラバラならへんように、まあ、片側にこれ金具用意しておいてもいいし、はい、まず流せ、流した、うん、で金具のやつはここにこの一番細いところに、まあ、外したところにつけて、はい、モーターが、で抜き方は方向関係なしで、うん、この両方ともこの字型でこう書いてるから、はい、まあ、どっちか浮き上がらせてもらって、はい、引き上がったらそのまま引っ張る、はい、で入れるときは、うん、これ裏表ないから、うん、まあ後の方に入れといてもいいし外してもいいし、はい、でもうここは結構短くてしなれへんから、うん、もう無理やり入れてあげる、で入れたらこういう感じで盛り上がって、はい、で本場は、うん、今ここ盛り上がってるねんけど、ほんまはこの上に入らないからね、これこの溝、うん、ここからフリーになってる、はい、め
ってるから、うんうん、これね、はい、今やったらちょっとこうガバッと、うん、この2個目からいこうか、はい、2個目のようにちゃんと入れるのを2個目から、うん、この切りかけになってるところ2個目に、2個目からはこういう感じで盛り上がれへんから、うん、とりあえず2個目から綺麗に入れてもらって、うん、最後まで入れてあげる。あ、取れた、うん、自然に落ちますね、うん、最後まで入れてもらう、はい、うん、初めのこの1箇所ここからずっと伝って、うん、まあここだけが絶対になるから、うん、まあどっちかにグッと、はい、片側に、うん、してもらって寄せてもらって、うん、で押す側のこの前側やな、うん、前側をまずグッと入れてもらって、はい、ちょっと待って入っちゃった、ま、入っちゃったけど逆やな、はい、逆や、押すと逆の方やね、だから下にしたら下側を押してもらって、はい、下側を押してもらって上にスライドさせる、うん、でこれをこちょこちょこちょっとやったら入るし、うん、今みたいにこの爪ある人は、うん、ここに押し込んであげてもいいか、グッと押し込んだ方が、うん、押し込んでちょこちょこちょっと、うん、はい、入ったね、まあ、押し込んでこちょこちょっとな、はい、まあ、なじませてあげる感じかな、ゴム、うん、今これだけで入ったな、入ったな、うん、次からそうするわ、よかった、次からそうするわでつけていきます。これほんでここちょっと見にくいんだけど、ここここまっすぐやんね、うん、ああ分かる、あの半月になってんね、うん、で半月の平らなとこがこの上側を通るようになってるから、はい、こんな感じになってますね、うん、でこの丸ちょぼのやつが下側で、はい、で2段階で入ったやつやね、うん、1回この隙間に入れてガバッとこのゴムがしないぐらいな、うん、入れて入れてこっち側に押し、しながら、うんうん、結構カコンカコンみたいな、うんうんうん、ほんだら、うん、自然にこの丸がパチッと入るからね、はい、で、うん、さっき言ってた止まる止まらんはここでちゃんと止まるかどうか、そう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 、これで OK、 これでほら止まった、うん、これがもうポロポロなったらアウト、これで OK やね、うん、はい、なんかこれこういう感じね、うん、だからちょっとここ入れるときにはしなるけど、はい、ちょっとゴムが外れへんようにだけはしとかな、ね、はい、うん、まあ、これは簡単やな、うん、ね、うん、で、まあ、確認もせんでもうこう止まったら OK、 はい、 OK です、こんな感じです。今日はこんな感じで JF は NBOX さんのワイパー交換、フロントとリア両方やっていきました。よかったら皆さん作業の参考にしてください。お願いします。ではインデとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。